もう一度だ。ねえ。ああ。いや。え？あれ？いや。お？え？ちょ、やるんですか？何だ、相手で片付けるだけだ。暇はしなさそうだな。そこだ。タイミングバッチリ。順調だな。打ち上げだ。よし、もらった。すがりんだ。盛り上がってきた。仕方ねえな。いけ。で、俺ら一回転じゃん。まあまあかな。順調です。完璧。そこだ。順調だな。よくとよりマジか。続けていこう。とどめ。くだらん計算だ。なるほど。この程度か。続けていこう。よし、順調だ。続けていこう。一気に決める。とどめ。やってやったぜ。順調だな。俺たち強いよな。
この程度の誤差は計算のうちだ。ああ、凛ちゃん。ったく。運命を変える。ああ。へおお。
れ？どうもです。相手で片付けるだけだ。ふざけんの、やめとこか。合わせるしかねえ。助かります。よし、もらった。調子いいじゃん。この程度か。完璧ですね。テリア、ベクトルが違うぜ。前、じゃ、決まったんじゃね。頑張ったな。やって、盛り上がってきた。じゃあなっと、やって、やって、盛り上がってきた。いい感じです。ベクトルが違うぜ。タイミングバッチシ。狂いはない。合わせるしかねえ。ゼタ押せ。やった、いけ。俺ら行けてんじゃん。まあまあな。ベクトルが違うぜ。やって、そこだ。盛り上がってきた。いい感じです。てりゃ順調です。完璧。じゃあなんと、チャンスゲット。完璧ですね。どう、てりゃ、やって、そこだ。タイミングバッチシ。順調だな。やってやったぜ。すごい。ミスんじゃねえぞ。頑張ります。結構やれるもんだな。うまくやれたと思ったんだけどな。なんとかなった。ちょっと緊張したよな。ゼプトグラムにしては上出来だ。褒められた。あ、って、うなぎちゃんは大丈夫だった？うなぎ言いました。あ、間違えました。いいね、なぎちゃん、元気そう。ねなぎさん、本当に強いのか。まだ全然わからない。あのバッジの所有者なら導き出された能力は何だ。リアル友奈美様。リアル友奈美。リアル友奈美。ああ。数値解析には条件が悪い。ペンディングだな。なんと尊いお姿。そういえばたくさんのバッジって。そうだね、バッジいっぱい持ってんだよね。
まさか奪うおつもりか。違うって。本当にそういうやつじゃないとは思う。見るだけのロボ、数には自信あります。レガストライブ限定ものアプリ先行予約特典 CD 同梱全25種、ブルーレイボックス1と2、劇場版コミックス付属、非売品プライズ商品、創作もたしなんでるんで、オンリーイベント系、一応オリジナルも。サイキック関係ねー。ほんとたくさんあるね。すごい、すごくすごい。じゃあ俺たちはこれで。じゃん、これから仲間に引き入れるんでしょうが。あの人はやめた方がいいと思う。なんでよ。バッジだって普通のバッジだったし。それは俺らの勘違いだっただけじゃん。入れてもそんなに変わんなさそうだし。いやいや、それは入れなきゃ分かんないって。南本さんもあの子能力者だって言ってんだから。でも俺たちだけでも結構いけると思うよ。俺たちは人数不利、人数不利。不利だからっていればいいってもんじゃん。でもよかった、やっと普通に話せる人に会えた。普通に？昨日から道行く人は私をすり抜けるわ、謎の死神が現れるわ、知らん人の考えが聞こえてくるわ、なんならその人の心の中に入ったり追い出されたりと。心の中に入ったり、それすごくない？リンド。まあすごいけど。あ、今日の結果だ。標的討伐チームピュアハート、トップチームルーイン。うちはノイズ分以外ポイントゼロか。そうだよ、ほぼゼロ。明日から本番だぜ。人数多けりゃポイントだって稼ぎやすいだろ。じゃあ分かったよ。よし、凪ちゃんお願いがあるんだ。嫌ですね。即答。陽の人間とワイはあまりに文化が違うため、おそらく期待に応えられないかと。よ、陽。まあいいか、それでも話は聞いて。聞くだけなら念押ししとくと、陰と陽は相入れぬものなんで。分かった、了解。そういうものってことね。ってことでさ、俺たちのチームに入ってくれない？ワイの話は聞いてました。聞いてた聞いてた。俺だけじゃなくってリンドも思ってるしな。そうだよな。うん、まあ。チームというのは死神のゲームとかいうシステム上のですか？そう、俺たち仲間を探してたんだね。そうだよね、リンド。まあ、うん、なるほど。レガストの恩は命かけてでも返さなあかん。限定バッチをワイに譲ってくださったリンドウ氏の願い、断れるわけがないですな。しかもリアル友奈美様接触のチャンス。ようござんす、引き受けましょう。ああ、謎の微笑みがあったけど、うん、よかった。リンド、仲間が増えたぞ。よし、明日から頑張ろう。なんか賑やかになるな。チームの仲間か。どういう人なんだろう。これでよかったのか。ん？こないだも。まあいいか。
4日目か。4日目だね。4日目ですか。一体何の？何のって死神ゲームだよ。7日間あるんだって。今日は4日目で、死神さんから聞いたりしてない？聞きましたが、あなたに問いかけたわけじゃないです。あれ冷たいな。ゲームのことどのくらい知ってるんですか？死神を名乗る者には合ってます。説明もされた気はします。でも途中で理解を諦めてしまった。わかる。一昨日も何の因果だったのか、大学が休みだから限定コラボの店を下調べして、コラボ開始に備え早々に帰宅し寝るはずが。え、大学生？何か？ああ、そうなんだ。中学生かと思った。お二人は雰囲気から察するに高校生？一応。なるほど。とはいえ気軽に接してください。ワイはしがないレガストファンの一人、しがない友波様推しの一人ですゆえ。友波様？やはり気になりましたか。こちらの方です。リンド、これ南本さんに似てる。やはりそうでしょう。似ていますね。あの尊いお方は南本さんというのか。そういうことだったのね。次に南本様にお会いできるのはいつですかね。割とすぐじゃないかな。この人大丈夫なのか。昨日カノンさんが言ってたみたいにチームを弱くさせる方になるんじゃ。ああ、ゲーム再開。そんなにひどいことはされないだろうけど、罰って一体何なんだ。お、今日の通知が来た。わあ、おお、女子はどうだ。ツイスターズルーインの鈴木チーだよ。覚えてんだろう。覚えてるよ。忘れにくい雰囲気だし。まあ聞けや。お前らちっと俺のゲームに付き合え。鈴木ちさんのゲーム？お前らが俺の出すミッションを解いて俺を満足させられたら、お前らにポイントを分けてやる。え、なんで？新しい奴らと遊びたいんだよ。俺はヤウ。そこのジョーちゃんも昨日入った新顔だろ。はい、どうも。お前らの実力ってのを見せてくれや。ポイント分けるってどのくらい？よしよし、興味が出てきたな。うちがトップをキープできる分、そんだけ残しゃあとはくれてやんよ。十分だろ。今週の再会は余裕で変わるぜ。どう思う、リンダ？言っとくが、お前らはダントツの最下位だぜ。ググ今日はもう4日目、他とはかなり差が開いてる。だがちょっとうちから持っていきゃトップだって狙える可能性が出てくるぜ。トップ、悪くねえ話だろ。でもなんでススキッチがそんなことできんの？ゲームのルールは前回トップのルーインが握ってんだよ。え？何それ。つまり俺たちはお前らより自由が利くんだ。いやそれはなくね。さあさあツイスターズ、俺に付き合うか。怪しいけどやってみる。まあポイントが入るなら。オッケー。へい、お前らの今日のミッションはノイズ退治だ。便利屋領事、こいつに取り付いたノイズを払え。便利屋領事？まずはセンター街の路地裏で領事の射程を探してみな。黒と白をひっくり返せ。うまく石を進めろよ。ルーインの野郎か。あ、南さん、おはようございます。あの今日はすすきちのゲームに乗る感じでポイントがもらえるって話みたいで。ゼプトグラムどもに釣られて姿を現すか。様子を見させてもらおうじゃねえか。
ですなぁ。